皆さんこんにちは。9月27日投開票の自民党総裁選で石破茂氏が見事勝利しました。石破茂氏は世論調査で常に次の首相にふさわしい人の1位に輝く人気政治家です。しかしなぜか自民党内では評判が良くありません。今回は石破茂氏の不人気の理由と当選、安倍晋三氏の暗殺を喜んだ噂ついて詳しく見ていきましょう。まず石破氏の人気の秘密から見ていきます。時事通信の世論調査によると石破氏の支持率は 22.1% で2位の小泉進次郎氏の 10.9% を大きく引き離しています。自民党支持層に限っても 26.2% と高い支持を得ています。ではなぜそれほどの国民的人気があるのでしょうか。石破氏は政治改革に熱心な前任政治家として知られています。1986年に初当選して以来一貫して政治改革を訴え続けてきました。自分が正しいと思うことを自由に述べられなくては政治家になった意味がないという姿勢が国民から支持されている大きな理由だと考えられます。しかしその前任としての姿勢が逆に自民党内では評価されていないのです。石破氏が自民党内で嫌われる理由は主に3つあります。1つ目は過去に自民党を裏切ったことです。1993年、石破氏は政治改革をめぐる党内対立で自民党を離党しました。その後新政党や新進党に所属し再び自民党に戻りました。このような経歴が党内で信頼を失う原因となっています。後に石破氏は河野総裁の下では憲法改正論議を凍結するという方針だったことが原因でした。長年憲法改正を当世としてきた自民党が下野したからといってその旗を下ろすのは全く理屈に合いませんとコメントしています。理由は納得できるものかもしれませんが、同じ党員からしてみたら自民党の下野が確定してから自民党を離党し非自民に移ってからも新進党の実情から政権交代は不可能だと見切って離党したと見えなくもないですね。2つ目の理由は面倒見が良くない点です。若き日の石破氏は田中角栄氏率いる木曜クラブの事務局員として選挙に備えていました。個別訪問して握手した数しか票にならないという角栄氏の教えは現在の石破氏を築くものになりました。角栄氏のもう一つの大きな武器は金でした。ただ石破氏は角栄氏の作り方から配り方まで全く継承することはありませんでした。石破氏は政治資金の集め方や配り方に関してかなり潔癖です。しかし永田町では金の切れ目が縁の切れ目と言われるほど政治資金の重要性が高いのです。石破氏のように金銭的援助やポストの配分に消極的な政治家は党内で支持を集めにくいのが現実です。石破派に入っても金銭的援助が見込めないだけでなくポストも回ってこないでは進んで石破派に入る人も出てこないでしょう。3つ目の理由は安倍晋三元首相との対立です。2018年の自民党総裁選で石破氏は安倍氏に真正面から挑みました。正直公正をスローガンに掲げ森友家計問題を念頭に置いた批判を展開しました。この総裁選で安倍氏は石破氏を野党と戦っている気分と表現するほど強く敵視していました。総裁選後の内閣改造で安倍氏は石破派の山下隆氏を法相に引き上げました。その意図は石破氏との決別が狙いだったようで、山下氏はほどなく石破派を離脱。石破氏もまた安倍氏への憎しみを倍化させたのは言うまでもなく、安倍氏の暗殺後も石破氏は安倍路線に批判的な姿勢を崩しませんでした。そんな石破氏ですが黒い噂があります。それは安倍元総理の暗殺を喜んでいたというものです。噂の発端はインターネット番組によるもので、石破氏が今年1月に番組レギュラーの白井聡氏らと共著自民党という絶望を出版しており、これが番組出演につながったようです。この番組は
作家で法政大学教授の島田雅彦氏が司会を務めています。島田氏は以前、安倍晋三元首相の暗殺事件に関して暗殺が成功してよかったと発言し、大きな批判を浴びました。他に島田氏は、歴代の首相の在任期間は対米従属ぶりに比例する、安倍長期政権もここまでアメリカに奉仕すれば長期政権にもなる、などと発言しています。この番組は島田氏の問題発言による配信中止から再開後3回目でしたが、島田氏からの謝罪や反省の言葉は今回も聞かれませんでした。暗殺が成功してよかったとコメントしたのは島田氏ですが、石破氏と安倍元総理の関係が良くなかったことを知っていた視聴者が、島田氏の過去の発言を石破氏の発言と勘違いした結果、安倍氏の暗殺を喜んだという噂が出回ったのでしょう。石破氏はこの番組に生出演しましたが、島田氏の問題発言に対する苦言は特に聞かれませんでした。番組では岸田文雄政権や安倍政権への批判的な言動が見られました。石破氏は防衛費の大幅増額を決めた岸田政権について、家庭がぶっ飛んでいて説明をしていないと批判しました。また安倍氏が積み上げは子役人のやることだと言ったという説があると述べ、自身は地道な積み上げこそ必要と主張しました。これが安倍氏を支持する多くの自民党議員の反感を買っているのです。しかし石破氏がこのまま前任政治家の道を歩み続けるべきなのでしょうか。政治評論家の乾雅人氏は、石破氏が悪党政治家になることを提案しています。具体的には、安倍氏の墓参りや銃撃現場での喧嘩など心にもないパフォーマンスを演じることが必要だと指摘しています。日本の政治文化には怨霊を鎮める伝統があります。安倍氏の霊を慰めることで党内の情勢が一変する可能性があるのです。2001年の自民党総裁選で小泉純一郎氏が靖国神社参拝を公約に掲げ逆転勝利を収めたのも同様の効果があったと言えるでしょう。党内では不人気だった石破氏ですが、自民党総裁選で見事勝利しました。石破氏の勝利は悪さ加減の選択とも言われた選挙戦での消去法的な支持の積み重ねによるものでした。石破氏はベテラン政治家として知られていますが、今回の総裁選では刷新感を求める声も強かったため不利な面もありました。しかし世論調査や自民党員調査で根強い人気を維持し、静かに持論を語るスタイルが好意的に受け止められました。一方、高市早苗氏は右寄りすぎると批判され、小泉進次郎氏は経験不足が露呈しました。石破氏は無派閥をアピールしながらも党の古い体質とのつながりを指摘されました。しかしもともと安定感が売りだったためマイナス影響は小さかったようです。石破政権の政策課題には難しいテーマが目立ちます。アジア版 NATO 構想や日米地位協定の改定には批判や懸念の声も上がっています。また政党法の制定や選挙制度改革、夫婦別姓の法制化など時間のかかる課題も多くあります。石破氏は早期の衆院解散総選挙を考えていますが、総裁選での主張を実行に移すにはまず総選挙での勝利が不可欠です。組閣での多様性の示し方も鍵となります。自民党は総裁選でメディアの注目を集めましたが、有権者の信頼回復にはまだ道のりが長そうです。いかがでしたか。国民からの支持は厚い石破氏、前任政治家と呼ばれる石破氏ですが、日米地位協定の改定やアジア版 NATO 北大西洋条約機構構想を実現するには悪党政治家になる必要があります。石破氏が前任政治家から悪党政治家に転身できるか、それが今後の政治生命を左右する重要な鍵となりそうです。石破氏の今後の動向に注目が集まります。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。
チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。